こんにちは、縁カタローチャンネルです。氷川きよしさんが日テレ系トーク番組アナザースカイ2に出演され、演歌の枠を超えて挑戦し続ける理由を語ります。さらにデビュー曲ゆかりの地へ赴く氷川さんも、その放送日は、その内容をまとめてお伝えしていきます。日本テレビ8月28日金曜夜11時から11時30分アナザースカイ2に氷川きよしさんが出演されます。 MC の今田浩二、広瀬アリスが毎回ゲストを一人招き、ゲストの興味深い人生を掘り下げていくトーク番組。テーマは夢の数だけ空がある。今回はゲストに演歌歌手の氷川きよしさんを招き、下積み時代の焦り、葛藤、そしてあれから20年、ロックやポップスなど演歌の枠を超えて挑戦し続ける理由を語ります。その理由に一度驚愕、さらに氷川きよしさんのデビュー曲箱根八里の半次郎のゆかりの土地でもある箱根を訪れて、氷川さんが感慨にふけります。箱根で語る思いとは。氷川きよし座長公演初日の放送日でもあり、恋之助に関する情報もお届け。氷川さん出演のアナザースカイ2、お見逃しなく。氷川さんは何を語ってくれるのか、とっても楽しみですね。ご視聴ありがとうございました。